ジョン・ボンジョビはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身のミュージシャン、俳優、ロックバンドボンジョビのリーダー。ニュージャージー州パースアンボイにて元海兵隊で留発店を営んでいたイタリアのシチリア及びスロバキアの血を引く父とドイツとロシアの血を引く花屋の店員であった母のもとに生まれる。彼にはアントニーとマッシュという二人の兄弟がいる。また、 彼はカトリックでもある。夏は祖父母とペンシルベニア州のエリーで新聞を売って過ごしていた。高校1.2年生の時はニュージャージーのメアチェンにあるセントヨゼフ高校に通い、その後はセアビルのセアビルーメモリアル高校に転校した。ジョンはデビュー前の下積み時代にまたいとこのトニー・ボンジュオビが経営するザ・パワーステーションというスタジオで働いており、その頃に レコーディングされた音源が収録されている。なお、トニーが発売したものであり、ジョンの許可は得ていない。2009年に行われたファンクラブ会員向けのライブでは、これらのアルバムに収録されている曲を2曲演奏している。ありがとうございます。